道路交通法の改正で今月1日から始まった自転車ヘルメット着用の努力義務化。時間帯や年代を問わずヘルメット着用に努めなければなりません。大分市中心部です。努力義務が始まってから数日が経ちますが、ヘルメットを着用している人は少ないように感じます。カメラが捉えた自転車利用者数は50人。このうち6人しかヘルメットの着用が確認されませんでした。努力義務化されてから今日で1週間、自転車利用者は、プライベートは最近で、学校はもう高校から自転車登校始めてからです。安心はします。何もないより守れてる感じがするので。義務化になったら考えるかなって感じ。今はまだしてない。あと周りの空気見てっていうところです。警察庁が今年2月から先月までに13都府県を対象にした調査では、自転車に乗る人のヘルメット着用率は 4% にとどまるといった結果に。一方で去年までの5年間全国で発生した自転車の交通死亡事故のおよそ6割が頭の怪我によるものだったということです。生身の体ですから、まず頭を守ることが非常に大事ということ、と致死率がですね、警察庁の統計によると 2.6 倍ぐらい被ってないときは高くなるというデータもありますので、非常に頭を守ることが重要になってきます。一方でレンタサイクルの場合、ヘルメットはどのようになるのでしょうか。大分市が運営するレンタサイクルでは、衛生面が懸念されることやヘルメットの点検が困難なことから貸し出しの予定はなく、市は利用者に持参してほしいと呼びかけています。ところで今回の努力義務化について、法律の専門家は、事故が起きた場合自転車に乗った人の過失に影響する可能性があると指摘します。努力義務ですので、違反していても処罰はされないということに通常なりますね。努力義務がついたことによってみんな被るようになり、その状況で被っていなければ影響するということはあり得ると思います。努力義務ということで罰則規定はありませんが、警察などでは自らの身を守るための有効な手段としてヘルメットの着用を積極的に呼びかける方針です。